皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、5月の3日、20時41分、昨日、つけられてた指の傷がここまで開いてきました。で、ぼかして発揮させようとしないでしょう。これ何かというと、今日、佳子様のことをね、いさめるようなことを言いました。で、それはもう、なる人様から、間違ってたら、言っていいっていうことになってるんですよ。それそうじゃなかったら、そのルールがなかったらどうなるかって言ったら、もともと、行政とかは悪いことをしていた。許可を与えてね。エネルギーの残存量問題の方向からの話でもそうだし、別のことでもそう。アダルトビデオコーナーを設置されてる、レンタルショップとかは野放しになってる。本屋もそう。政府はしっかりしてない。で、その責任のもととかは、どうとかこうとかもあるんですけども、その僕の横とかを通り過ぎてね、結局自分が喋らないで、証拠を残さないで、心の声とかだけで、物事を、停滞させる佳子様への今日の、メッセージ、これも絶対無理があるということを言ってる内容なんですけども、それで指に傷が、さらに入ってるんですよ。もうこれまず間違いないです。で、これは僕を怒らせて、結局今までジャイアンツは勝っていた、ひどい目に合わせて、っていうことになってきます。今日の得点を見ると、2対0で今阪神タイガースがリードされている状態で、これが本当の話であって、これは、世界中への、法律業界への SOS ですね。もうそういうことは事実であれば言われても仕方がないっていうことにしてもらわなかったら無理です。そうじゃなかったら自分がどういう被害を受けてるか、言うことができない。もともと僕の横を通り過ぎないで、ここの自宅へ来てちゃんと話し合いをすればよかった。僕は後期を訪ねた時にちゃんと話し合いをすればよかった。エネルギーの残存量問題、河川水門外式弾発電、地下水流ストレートトンネル発電、全部何もかもほったらかしにしたのが、こういうその人たちなんだが、ある程度は言われてもしょうがない。という形にしてもらわなかった。これ無理ですね、コンピューターの稼働の仕方が。神がかり的な力うんぬんとかが、その電波を通してコンピューターがどういうふうな人間とつなげてるのかわからないですけども、結局指にこう傷入れられたところ、昨日まだ小さかったんですけども、これが大きくなってますということですね。で、今からちょっとテレビ見ながら、その読売ジャイアンツがどれぐらい悪い存在なのかっていうことを、しっかりと伝えたいと思います。淡井圭介よりスタジアムにいらっしゃる方たちへ、今日本日動画で、佳子さまをいさめるようなことを言ったんですが、私の横を通り過ぎたりする方法ですね。それで私を怒らせたりなどして、指に傷が入るような、方法を、行っていた。これが巨人の、勝ってる実態です。淡井圭介よりスタジアムにいらっしゃる全ての人へ、先ほど話した内容の通りです。指に傷が入っているっていうのは、皇室の人たち含めて、誰が悪いかっていうことを指摘しただけでそうなってます。これが事実ですので、暴力団側がどちら側かっていうのは分かりましたよね。これが国連という組織がないと、この世の中、絶対まともにならない形になるんです。で、もちろん、成人様たちは、そのようなコンピューターの稼働を望んでないと思います。ですが、現実はそのようにコンピューターが身勝手に稼働してしまう。これが今の世の中の現実です。これ指にこういうふうに神がかり的な力で何をどこにもぶつけてなかったら、もう傷が入っていくんですよ。で、金曜よりも傷が大きくなってる。建設業界とかを、野放しにして、読売ジャイアンツにも建設業界、引退した後、建設業界で働いてた人間がいたのを知ってますよ。だから天皇家の人たち、天皇陛下一礼を声かけしたらいいんですよ。日本中で、新しく建物を建てたらダメだと。建設途中のところは今のフロアまでの高さにしなさいっていうことを天皇陛下は言えばいいし、岸田総理は一体何をしてるんですかっていうことになるんですよ。岸田総理も、東京都出身なんですけども、日本全体のことを考えて、それぐらいの号令かけなきゃならない。本当の話です、これが。あ
はい、これどちらが卑怯者かはっきりと分かりました。8点も取れる要素なんか、ジャイアンツには全然ない、全くない。東京は、岸田さん、東京都出身で、もともと総理の家系、両方の家系たどっていくと、元総理両方とも、これがエネルギーの残存量問題は全く解決できない、本当の話。阪神タイガースはそもそも8点取られる要素がない。淡いピースが今日踏ん張っていた。で、もう画像を焼けてる。さっき解説席にいた人が10点取らなきゃならない試合だったっていうことを言ってるんですけども、それは阪神タイガースのことだと思うんですけども、これね、こういうふうに僕が見てるとして、こういうふうにしたらそのリアルな音声とかを聞かされるんですよ。で、実際は解説席で言ってないかもしれない、心の声かもしれない。だけどもそういうふうな、卑怯なシステムっていうのを東京都が使い始めた。首都、はっきり言う首都が一番悪い。で、結婚希望相手は佳子さまに固定しておきます。それしなかったらもっと余計、良くない事態が発生していましたので、結局その状況っていうのを分かっていて放置してるっていうのは日本の皇族の実態であって、そこを国連でどうにかしてもらえなかった、これ無理ですね。解説席にも淡井圭介の声が、聞こえてるはずなんですけども、やっぱり勝ったらもう喜んじゃうんですよね。現実がどうなってるかっていうところをしっかりと理解していないっていうところで、2024年、5月の3日、21時10分、先ほどの、動画をつなぎ合わせているところですけども、指の傷、こういう状態で、これもね、本当はピントしっかりと自動で合うはずなんですよ。だけども、これを自動で合わないようにしてるでしょう。これは隠蔽側、僕じゃなくて、で、顔までこういうふうに、変な顔に変えられてる。で、これで今、佳子様の顔どうなってます？それ、フミート様とか、実際に、ご親族の方で顔確認してもらえますか？で、それともフミート様の顔は今、綺麗になってます？どうなってます？あとは、なるひと様へのメッセージにもなるんですけども、これがこの社会の現実なんですよ。僕一人にいろんな嫌なことを押し付けてどうにかしていた。これが自民党の実態。で、今、両腕が痺れてる。不経済か何かで、考えた人間が存在する。議員側の人間、どうせ自民党側の人間、違う。淡井圭介と会った人間が、自民党の総理にも、立憲民主党の前の民主党の総理にもなってる。鳩山由紀夫さんとか、岸田さんもそう、安倍さんもそう、安倍さんはこちらから提案していました。これはコンピューターの稼働の仕方と神がかり的な力の稼働の仕方なんですよ。この状況で起こるなっていう方が無理ありますし、それで、これだけいろんな人間が絡んできていて、今日一日のね、撮影した方の動画ですよ。その一番のところからアクセスできるようにしようとしたら、動画のつなぎ合わせなどで時間がかかりますから、春山整骨院だけじゃなくて、例えば今日の自宅の前の方の、元建築業界のところに、来てた連中、仕事してるふりの連中、で、あれ何回もしに来てるんですよ。建設業界側の人間の嫌がらせ。で、それで、その嫌がらせをした方が、だから勝ってしまうようなルールになってしまってるから、だから今日の試合もおかしい。阪神タイガースは負けるはずがなかった。で、もし今日、佳子様が来てるんだったとしたら、それは僕にあらかじめ言ってからじゃないとダメだし、言わないで来たら、
自動的に阪神タイガースが勝てるようになっておかなければならない。コンピューターのオートの仕方が僕に攻撃するときはちゃんとしっかりとオートで攻撃してくる。顔を取るのもそうですけどね。それだったら今まで淡井圭介と結婚話をして他の男と結婚したり、エロ業界側になった人間、特にエロ業界側になった人間のその方法、淡井圭介を利用して顔をきれいに来たときにして、あの時のきれいな顔じゃないと相手もわからないからとか言って、で別の男と会ってる。今、佳子さまの顔どうなってますかっていうことを聞いたのはそういうことなんですよ。佳子さまの顔が綺麗になってるんだったとしたら、僕のその結婚記号で佳子さまって言ってるところを利用していたっていうことになります。佳子さまが私がとか言って、佳子さまが先に私にキスをしてます。子供の頃にね。もう全部話めちゃくちゃ。だそこで佳子さまがどうするのかっていうところを早く淡井圭介に言ってあげなきゃならない。裁判があるからどうこうでずっと逃げようとしたら、それをするから、もしくは別の男と会ってます、この辺来て。いや、もう別の男というワードでいい。そこから先の目的はわからない、本当に。本当は皇室会議や皇室経済会議があるから、オリンピック関係とかと関わってると思ってます、僕は。今、強い悲しみとか来てますけども、まあ、もう外歩いてる足音とか聞こえただけで、誰か。別のところで声がする。住宅内かな、電波がかな、どちらかな。これこういうことですよ。だから、あの、皇室の人たちに対して悪いイメージがつくような内容のことを言うと、だ要するにもう言ってしまう不都合なことですよ。もう腹割った話で言いましょう。で、そういう不都合なことを言われると電波で攻撃してくる。これが皇室の実態だった、日本の政府の実態だったっていうことになるんですよ。だそこから変えなかったら、その上に国連がいるわけですから。法律があって。世界中の首脳でも捕まった人はいる。存在します。じゃあ、今度は皇室の人たちはもうそれバレてしまってるから、そのがんじがらめになるところから、抜け出すには淡井圭介に対して攻撃してはならないとか、神がかり的な力でこういうふうに。もう傷だらけにされてますけど、ここもそう。昨日のアップロードした動画とか見てくれました？これしっかりと、これここの辺にした方が分かるからかな。ポンと、あー、今さっき車のエンジン音が聞こえました。ずーっと何かね、鬱陶しい連中がいる。車のエンジン音、どのあたりかな。あ、多分向こうの方。だから僕から見たらどう見えるかって言ったら、表立ての放送だから何とでも言えるっていうところ、表向け用に言ってるように見えるんですよ。で、事態の解決から全員逃げた、武田恒也さん含めて、心の中で自分の方が偉いって思ってるんじゃないですか。原告と被告っていう立場で物事を考えないで、あんなにひどい目に遭わせてしまった申し訳ないっていう気持ちが武田恒也さんにあるのかどうか。それは佳子さまもそう。だから僕の方の顔が崩れてるっていうのは話がおかしいんですよ。だから、プロ野球に関しては、特典の、その元々のルーツっていうところを説明してる内容
ホームページにしっかりと掲載していて、で、どこが優勝するべきかっていうところ、優勝、順繰り順繰り、順繰り順繰りっていうのは、優勝回数を揃えるっていうことで、球団が創立した年数に合わせて、だからこれは人権に関わることなんですよ。だから黒人初の大統領、オバマさんっていう人の存在が必要であった。日本国内からしてこれでしたから。いつまでたっても河川水門解析玉発電とかは始まらない。仕組みが出来上がってしまってる。電波での脳へのアクセス。それによって。本当に会う気があるんだったら、僕にちゃんと手紙を出したりとか、招待状とか、電話かけたりだとか、絶対そうするはずです。友達同士で過去さんも電話したりするでしょ。その辺のところで、僕一人の人生をないがしろにして、どうにかしようとしていたルールになってしまってるんですよ。もう結果で物事を見ると。こうなんですよ。な、法律の世界で考えたらこんなに無茶苦茶な話はないっていうことになるんですよ。なのに、佳子さまは同じことをずっとしてる。で、農業会館の件に関しては、6月の、11日だったかな、土曜日、6月の11日ぐらいだったと思いますね、土曜日、神戸国際会館。に見に行くのであって、それまでにこいつの人たちが早川圭介を助けてくれなくて、今まだ裁判、僕一人で裁判勝訴勝ち始めたらどうなるかって言ったら、最後の最後まで皇族は淡井圭介を助けなかったっていうことになるんです。ほらもうおかしなやつ来た。さすがに今の音はわかるでしょ。オートバイの音も。ほったらかしステージをずっとしてるから、本当の話をしとけばよかったんですよ。皇室会議、皇室経済会議があるから、本当は政治経済に関わってるって。だからこれは僕からの SOS でもあるんですよ。言ってることは不満に聞こえるかもしれませんけども。だから助けてくれる人は全然いない。で、佳子さま自身の本当の気持ちに関して、それはもうはっきりしてほしいって言ってることを散々言ってるのに、佳子さまはそれを結局楽しんでしまってるんじゃないですか。苦しめられてるんですよ。時間が経過するとともに。だけども結婚希望相手は佳子さまに固定しておきます。どのような事情があるかわからないですから。それは聞きます。どこか心の中であったんじゃないですか。誰か別の人と結婚するだろうって。だからテレビ局の人間、出てる人間、ほとんどの人間がめちゃくちゃなやつらしかいなかったっていうことになるんですよ。報道からして。もともとエロ業界の人間ばっかりテレビ出てたでしょ。なんかそれに近い性質の動きをしてしまう。素直に淡井圭介の自宅を訪ねない。もともと電波とかで誰かと会ったりする、落ち合うっていうような話の言葉遣いを使われた時期ありますけども、結局昔そのテレビ局とかその電波とかによって浮気とかを多数の人間としてたんじゃないですか。客観的に今まで見たら、そういう世間本当のことを、しっかりと発表し始めて、昨年ぐらいから動画で。それによって台風とかの発生数減ってるでしょ。で、あの世の人たちから見たら、物事は全部、筒抜けだから。いつまで彼に対して悪いことをしてるの？っていうことになるんですよ。淡井圭介にですよ。もうはっきり言いますけど、あれの言ったらもう社会的地位なんかないと思いますよ。
逆に大きなお墓作ってるところの人の方が、嫌われます。ピラミッドと同じですよ。そのというの話は昔から別の方が言ってらっしゃいまして、成人様はその辺のところを認めていらっしゃいます。佳子様や眞子様もその話を聞いて、認めてる内容を言ってました。だ内閣がいつまでその変な参拝とかを公務として行っているのかっていうことなんですよ。それ公務から外したらいいんですよ。神社行くだけで、まあ神社みたいなもんですよ。お金稼ぎができる。おかしいでしょ。それ世の中めちゃくちゃになりますよ。そんなお金の稼ぎ方したら。いや、今ね、もう言えるうちに、これね、これちゃんと動画で、佳子様をいさめるような動画、今日撮影して、で、それを言ったからっていう形で、多分今日巨人勝ったと思うんですね。で、それはものすごく卑怯な方法であると。で、自分たちも東京側として加担してきた人間であるっていう自覚がない。で、そうなってから自民党の人たちの悪口を、悪口という、悪口じゃないんですけども、本音の部分を言えるようになってる。だから建物の建設しすぎの部分とか、高速道路の件ももう全部バレた方。僕は知らない間に高速道路を作られてたんですから。だからそこを本当のところに、本当のところでコントロールできるのは天皇陛下しかいないから、成人様しか。だから自民党だったら無理なんだと思いますよ。徹底的に建設業界の、僕が撮影した、昨日三宮行って、撮影した、動画の内容。それ見てくださいよ。いろんな、企業の代表取締役と、生田警察署、僕は強制わいせつをされて、神戸大学附属病院で、2008年に、で、その時生田警察署に行った時に、捜査しなかった、刑事課の者。そこの署長が生田署の警察署長。神戸市中央区の。その男が許可を出してしまってる建設の許可を。それしっかり指摘してます。その代表取締役の連中とか、その役員全員、しっかりと、ここに返納させて、私への賠償金も払ってくださいよ。じゃなかったら私が無駄足になりますから。自分の人生にとってね。僕の方が役に立ってるんです。現場まで見に行って、証拠を押さえて。だから本当に、成人さんもそうですけども、岸田総理、本当にどうせ、神戸市だけじゃないだろうから。すぐに、もう今のフロアまでで、もうそれ以上高い高さに、もう作るなっていうことを言ってくださいよ。で、岸田さん言っても、それ抑え聞かないの？どうなってるの？だったら久本、神戸市長の久本、そいつを告訴、絶対に。あいつ何回言っても聞かへん。街づくり課の人間がなぜ市長になっとんねん。あれだけなったらあかん言うたやろ。で、今後党として、テレビ局の人間も、建設業界の人手が足らん？多すぎんねや。ええ加減にせえ。で、喧嘩売りに来たおやつは何におってん？建設業界の人間で。
で、建設業界で、もともとスポーツ業界だった人間、何人おんねん。で、警察官になった。で、そいつらとつるんでた。で、精神病院にさせた。怒っただけで、怒るに決まってるやろ。これで怒る人間一人もおらんようになったら世の中どうなるか分かりきっとやろ。絶対滅ぶぞ。本当に内藤っていう言葉を投げかけてきて、こちらを泣かせようとしてくるんです。淡井圭介を。その辺の道で絡まれてる時に、110番かけた時に、兵庫県警の電話に出た警察官、それぐらい自分で何とかせえって笑いながら言って電話ガチャって切りやがったやつ、そいつの件を撮影して言った時に、言ってる時に僕は涙を流しながら怒ってました。そんなこと経験されたことあります？怒ってるか泣くかどちらかでしょ。みんなもう絶望感でもう泣いて、もう力が入らない状態、怒りながら涙流しながら怒った、怒れる人って今まで人生経験で思い出せる人います？ないでしょ。もうどちらか限界が来た時に悲しみでも崩れ去るって、もまだもっとものすごい怒りがあるわけなんですよ。これは行政の正体だったんですから。悪い人間しか上の方に登ってない。市長、知事、まあ、井戸さんはまだマシだったと思いますよ。いや、わからない。まあ、井戸さんの権限でどうなるのかな、高速道路は。やっぱり国土交通大臣だから自民党ばかり。日本中で高速道路作るのやめさせたらよかったんですよ。靴先だけ言うんだったら誰もできる。だけども、最大与党になったんだから、車の生産量とか低下させたり、建物、余計な建物を建てないようにしたり、万博を中止したり、東京オリンピックを開かなかったり、それをしなかった人たちの方が悪い、悪党だったっていうことになる。結果で物事を見ますから。まあ、これが今日は僕の本音での話ですね。だからこの結婚問題での怒りの矛先とかも、実際、かこちゃんもあのしたらならないことっていうのを何度も仕掛けてきたわけで、でそれは叱られるべき立場であって、でそれは受け入れて謝罪しなければならない、淡井圭介に向かって。嫌だっていう電波の声聞かされてますね。で、この動画をちゃんと最後まで見たのか見てないのか、相手の本音を受け入れるのかどうか、はっきり言うよ。結婚するんだったら相手は怒ってる時ぐらい真面目に聞かなあかん。今までの話真面目に聞いてなかったからここに来てへんねんよ、話し合いに。コンピューターの稼働を考えたら、私側って言ったのは向こうから言ってきていますっていう他の人間のフォローをもらってそうした。違うでしょ、子供の頃のキス。これ多分もう絶対それ原因で、それで僕はその20歳頃の頃からの結婚っていうものがなくなってしまったんだと思いますよ。もう多分もう絶対そう。スポーツの勝ち負けとか見ても選手、リアルタイムの時間軸の淡井圭介がスポーツの勝ち負けに対応してるはずなのに、報道番組で放送されてる時間軸の淡井圭介の考えた内容とかを受け止めて頭によぎったぐらいの内容とか、それで、返答してしまったりしてる時が多々ありました。っていうことは未来からの時間軸の方をスーパーコンピューターの能力が高いから、だから未来の時間軸の方を優先してしまっている。
防災と言いながら防災ができてない。地震が発生しますから。まだ今頭の中取られてますんで、もうこれぐらいにしておきますね。長い間、ご視聴いただきましてありがとうございます。だから物事も僕の方でどう解決したらいいのかわからないから、いちいち僕はこんなことも言わなきゃ、政治家は、真面目に稼働しないから、国会議員も地方議員も全員自民党、公明党、両党、あと知事、市長、全員給与差し押さえ。で、三振党以内の請求。それ本当にしたらいい。もともと持ってるお金がたくさんあるから、生活保護者と同じ生活にさせたらいい。淡井圭介が十何年間はさせられてるんだから、生活保護者。その金額と同じで生活したらいい。そしたら物事のありがたみとか、資源の大事さとか、それは本当によくわかりますから。だから手元に残るお金が、その生活保護者の生活してる範囲の、お金の範囲だけで、支給するような形に変えたら、やっと真面目になると思いますよ。それができてないっていうことは、結局世の中は滅ぶっていうことです。エネルギーの残存の問題解決できなくて。どこの国も同じですよ。どうせ。せめて日本ぐらいいいんじゃないですか。以上です。